ちは、診断科のスティーブンです。本日特別リクエスト作らせていただきます。で、友達がレンズ豆を使ったレシピを増やしたいということだったので、本日レンズ豆のハンバーグを作らせていただきます。で、ペルだと基本的にはソースをかけないんですが、ハンバーグ、そのレンズ豆のハンバーグ作った後に通常通りのソースかけていただいても全然 OK です。で、本日はもうソースなしのレンズ豆のハンバーグを作らせていただきます。最後までご覧ください。乾杯。では本日使うものをこのままご紹介させていただきます。で、今までこれ飲んでたんですが、もうね、本日はちょっと新しいものをチャレンジしたいと思います。なんかね、いつ発売されたのかってわかんないんですけど、美味しそうだなと思って今日はこれにします。で、まだね、チャンネル登録とかってされてない方とかって、もうぜひチャンネル登録もお願いします。で、あといいねとかってね、よろしくお願いします。で、じゃあ、では本日使うものをご紹介いたします。で、まずレンズ豆で、こういったレンズ豆に関してはどこだっけ、カルビとかスーパーとか基本的にはちょっと海外のもの入れてるところがおそらくあるかと思うんですけど、例えばイオンモルダサリとかね、そういったところに結構あります、販売してます。玉ねぎ、トマト、こういったクラッカーね、普通のクラッカーです。ごめんね、ちょっとメーカーが押しないので誰でも大丈夫です、どれでも大丈夫です。で、あと卵とかも使います。で、レンズ豆をだいたい1カップの倍ぐらいのお水で茹でてください。必ずで、茹でるとだいたい20分から、30分ぐらいにすぐできますので、また後ほどお見せさせていただきますので、最後までご覧ください。乾杯。ではもう茹でてます。レンズ豆茹でました。で、こちらを細かくこういったものをね使って軽く潰します。ミキサーがあれば、ミキサーでも全然大丈夫です。半分だけで大丈夫です。これって全部やりたくないので、だからこれをひき肉の代わりに使いますので、だいたいこれぐらいに、これぐらいだったら大丈夫です。レンズ豆大好き。で、あと玉ねぎとトマトに関しては細かく切っちゃいます。乾杯。で、玉ねぎ切った後にトマトのど真ん中のあたりだけを全然ゴミに入ってなかった。よくあることだな。で、まずタレだけ全部取ってもらって、何であるのかな、これ全部できるだけちょっと液体水分を全部取りたいです。トマトの水分全部取ってあげてね。だからタレ全部出してください。いらんな。ちゃんとね、スプーン使って、なぜかというといらないので、こういった水分ね。で、その後に細かく切っちゃいます。その後は玉ねぎ、切った玉ねぎ細かく切ったのすごい目が赤かな、めっちゃ赤いやん、すごい強かった今の玉ねぎやばいよねマジ。わあ、これ美味しい。
日本に住まれてる方ね、日本に住んでる方がこれおすすめだよ。軽いんだよこれ。何パーセント入ってるのかな。 5% だけ入ってます。なんか軽い、飲みやすい。では、戻りますね。オリーブオイルをかけて、相変わらずオリーブオイルかけて、軽くじゃないよ、ゆっくり軽くじゃない、ゆっくり玉ねぎ炒めます。そうするとね、さらにレンズ豆の味が煮込んでより味がしっかりなります。ですので玉ねぎをゆっくり炒めます。乾杯。ニンニクちゃん、ニンニクちゃん、でニンニク入れちゃいます。でお酒いっぱい、でさらにゆっくり炒めます。で5分経ったらこれを一旦冷えておきます。ゆっくり冷えておきます。で先ほどのトマトとかって先ほどレンズ豆にそのまま入れちゃいます。でこちらのもう出来上がってるのでこのままこちらに乗っけてもうその後はもう最後までご覧ください。では少し冷えたのでこれをそのまま先ほどのねレンズ豆とトマト入れるところに入れちゃいます。でこの段階で塩コショウ、本当にお好みです。どれぐらいとかっていうのが自分のちょっとね熱くなってきたな、だからちょっと固まっちゃった。で、あと自分がもう大好きなオレガノ入れちゃいます。自分オレガノ大好きだからな、クーミンちょこっとだけで大丈夫です。そうするとなんか肉感の味が出るので、あと胡椒で、ゆっくり混ぜちゃいます。卵、これぐらいの量なので卵2個入れちゃいます。卵2個ね。でレンズ豆とかってめっちゃ体にいいのですごくおすすめです。だってミネラルとかって大量には入っているので、でもしクラッカーとかってね、通常のクラッカーとかってなくてもパン粉とかって入れちゃって全然大丈夫です。形になってきてるよ、ほら。これをちょこっと細かくこうやってですね、細かく切ってもうこのままゴミ混ぜちゃったけどごめんね。自分がね拾った石があるので、川から拾った石ですよ。このまま入れちゃいます。足りなかったらもうちょっと足していただいても全然 OK です。で大体これぐらいになっていきます。
これめっちゃ美味しい。もう食べたい。お腹空いてきた。やばいんだけど。これはもうこの後ねお見せしますので、もうちょっとお待ちください。これから味見したいと思います。いただきます。これね、見てください。この野菜って今日のスーパーで見つけたので、すごい可愛いんですよ。だからこれは塩レモンだけで味見したいと思います。うん、見てください。本当のハンバーグみたいな感じになったでしょ。うわぁ、やばっ、やばっ。これね、クミン入れるだけでなんか本当にひき肉の味がするので、おそらく子供たちとかにも絶対喜ぶと思います。ぜひ作ってみてくださいね。では本日最後までご覧いただいて本当にありがとうございます。感謝してます。まだの方ね、登録されてない方とかもぜひ登録していただいて、あといいねとかでもね押してみてください。じゃあ本日改めてありがとうございました。また来週お待ちしております。じゃあねー。